これが23日金曜日の気象庁の最新情報となります。えほとんど変わっておりません。強雪速,速報の時間がやってまいりました。2022年12月の21日水曜日朝6時03分39秒現在の最新情報を速報でお伝えしてまいります。ご覧いただいているのは気象庁の週間天気予報なんですけれども、最も重要な12月の23日ですね。金曜日、朝 の予報が非常に厳しい見通しとなっております日本列島全国的に北海道から九州地方を北から南まで日本海側を中心に広いエリアで降雪の予報が発表 されておりますもう今現在の時点で東北地方非常に厳しい状態あと北陸地方の新潟県ですねき、まあ、昨日の動画でもですねショート動画でご説明させていただいたんですけれども新潟県の広いエリアで降雪となっておりまして国道1 8号線海沿いですね海沿いの国道8号線とそれから国道17号が長い距離にわたって 立ち往生が発生している状況ではありますが23日の金曜日にまたしてもですね風、雪、強い予報が気象庁の最新情報で発表されておりましてこの予報はですね前回お伝えした内容とほとんど変わっていないか予報が悪くなっている23日金曜日の降雪予報になります。 九州地方もこのように広い範囲、熊本、大分、佐賀、長崎ですね、それから福岡、これらの地域で降雪が60%から50%の確率で予報されております。中国地方もほぼ全域、岡山県は北部となっておりますが、島根県の松江が風、雪、強いという予報になって おりますそして新潟県なんですけれどももう大雪でですね大規模な交通障害が発生しているこの新潟県80%の確率で風雪強い予報が発表されておりますので今季最強クラスの大雪になる可能性が気象庁の最新情報で 予報されてていいるととうことになっております最高予想気温が4度最低予想気温が1度ですからこれはですね平地でも雪になる可能性というのは非常に高いと いうことになっておりますそれと山形県もそうですね、今現在も大雪による災害が報じられている山形県なんですけれども、80%の高確率で風、雪、強いという予報、そして予想最高気温が3度、予想最低気温がマイナス2度という、非常にこれまた厳しい予報が気象庁の方から発表されております。そして秋田県ですね、 80%の確率で風、雪、強い、これは吹雪になる可能性を示唆している予報であるということになりますが最高予想気温が4度、最低予想気温が0度と。 いう非常に低い状態の予報となっておりますそして北海道地方は全域です全域で降雪の予報が発表されているこれが23日金曜日の気象庁の最新情報となりますえほとんど変わっておりません晴れ間が出ているのは関東地方、まあ、群馬県の北部は降雪の予報が出ておりますが関東地方と東海地方近畿地方の三重県のみと おいうような非常に厳しい予報が発表されておりますそして、えー、ホワイトクリスマスの可能性が示唆される24日土曜日 また日本海側を中心に北海道から九州地方の北部まで広いエリアで降雪の予報が発表されております。秋田県はやはりですね風、雪、強いという予報が80%の確率で発表されていますね。そして同様に25日の日曜日、えー、ホワイトクリスマスになるのは北海道の北部、日本海側を中心に東北地方、北陸地方、そして 近畿地方の兵庫県北部と京都府の北部80%の確率で曇り時々雪か雨、えー、さらに中国地方は岡山県北部50%の確率で曇り一時々雪か雨広島県北部、えー、50%の確率で曇り一時々雪か雨、えー、というホワイトクリスマスになる予報が25日の日曜日となっております、えー、26日の月曜日、えー、北海道北部と日本海 海側の地域ですね東北地方も日本海側の地域降雪の予報が発表されております一番先の予報12月27日火曜日、えー、年末に差し掛かって差し掛かろうかという、えー、27日はやはり、えー、北海道から東北地方北陸地方はですね長野 えー、新潟県、富山県、石川県、福井県、雨の予報となっておりますが、関東北部、群馬県の北部と、中央高知、長野県の北部、岐阜県の飛騨地方ですね。こちらは降雪の予報が発表されておりまして、それ以外は、えー、晴れか曇りとなっております。 これが気象庁の週間天気予報なんですがピークとなります山はですね23日の金曜日からホワイトクリスマスが予報されている24日の土曜日25日の日曜日日本海側を中心にですね降雪の予報が広いエリアで発表されております22日の木曜日も九州地方、中国地方北陸地方それから東北地方ですね 北海道地方もそうなんですが日本海側を中心に降雪の予報が発表されておりますこれからで年末にかけて日本海側を中心にまだまだ記録的な大雪が予報されているという気象庁の最新情報と相なりました今後の最新情報をこまめにチェックしながらですね十分に警戒を強めながら事前準備を万般ンンにしていただければと思います 今後も当台風速報チャンネルはですね、えー、降雪に関する最新情報を速報でお出ししてまいります。降雪の動向が不安で心配で夜も眠れない方、またそうでない方もですね、ぜひチャンネル登録の方をしていただいて、えー、降雪に関、降雪及び積雪に関する備え、万全にしていただければと思います。私からは以上となります。